綾瀬駅には高架上に電車が通っています。通っている電車は日立時矢と常磐線と千代田線と貨物列車とロマンスカーです。綾瀬駅の高架下には飲食店やパン屋さん、雑誌などが売っています。その他に伊東洋華堂があります。1943年に常磐線の駅として開業しました。開業時の駅の位置は北千住寄りの綾瀬1丁目37番にありました。これで綾瀬駅の説明を終わります。